縮むんですよ。上からギューッと押したら2つに折ってまたギューッと押して、この作業ですね。順番で最初のうちはちょっとあの硬いんですけど、あのやってるうちに柔らかくなりますから。はい、さっきザラザラだったのはちょっとスベスベになりますよね。触っていいですよ、どうぞ。すぐにですね、つる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 になりました、ね、もう一回縦にやりますか。はい、じゃあ戻しますね。今これを一回やったのね。二回やったの。二回。なるべく自分から見てまっすぐの方向に。これ広げないようにね。で、その包丁も来た。で、またここにこうチップして、で、はい、で、手前からまた巻くときは柔らかくしますよ。やってもいい。そう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 。はい、また自分のところに引き寄せて、はい、真ん中を、はい、3回でしたね。四角じゃん。はい。やった。どこが厚い？どこが厚い？どれが厚い？ここかね。ちょっと厚いよね。やっぱりね。そうしたら、例えばこれで厚いところをこうやってしてあげると伸びるね。これとかと、このように厚いところは伸びるでしょ。薄いところも伸びてくるね。広げ方がちょっと。はい、半分折って。これで終わり。
ことで、はい、はい。うまいから、すごい可愛い。